札幌ドーム、そしてテレビラジオの前のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日はバッテリー吉川投手、そして鶴岡推しです。まずは今日先発の吉川さん、前回この札幌ドームカープ戦では危険球退場ということもありました。今日はどんな思いでマウンドに上がったんですか？チームに迷惑をかけていたので、なるべく長いイニングを投げたいなと思ってマウンドに上がりました。ストレート、それから変化球と非常に気持ちのこもった一球一球に見えたんですが、ご自身ではその手応えというのはいかがだったでしょうか？鶴岡さんのリードが良かったんで7回投げれたと思ってます。そして3回には野手センターの陽大館選手のファインプレーなど、チーム全体で盛り上げてくれた、そんな印象もあると思います。いかがですか？そうですね、野手の方にしっかり守ってもらっている結果だと思います。またリードの面で話がありました鶴岡さんが同点タイムリー放ってくれた、あの瞬間というのはいかがだったでしょう？やっぱり嬉しかったですね。まあ、今日勝ってこれでパリーグトップタイの7勝目ということになりました。今後ファンの皆さんはさらに勝ち星重ねてくれる、期待していると思います。意気込みを教えてください。まあ、一試合一試合大事なので、しっかり試合を作っていけるように頑張りたいと思います。あえて聞きますが、もう何勝行こう、そういった思い何かありますか？特にないんですけど、まあ、本当に1試合でも多く、1イニング目を多く投げたいなと思ってマウンドに上がっているので、それをしっかりやっていきたいと思います。次回以降も今日のように素晴らしいピッチング期待しています、吉川投手です。では代わって鶴岡さん、5回のあの同点タイムリー、あの場面振り返ってください。そうですね、前の打席でね、バントを失敗してゲッツーになっちゃったんで、すごいまだ切り替えられてなかったんですけど、ね、あそこは何としても1点取りたい場面だったんでね、なんとか食らいついてきました。先ほど吉川投手から鶴岡さんのリード素晴らしかったという話ありましたが、今日鶴岡さんも球を受けていて、吉川投手の気持ち感じる部分あったんじゃないですか？まあ、そうですね、前回3回ですか、デッドボール当てて休養十分で投げてたんで、まあ、それぐらいの球は投げてくれるだろうと思って臨んだんですけどね、はい。栗山監督、そしてピッチングコーチ含め、もう吉川投手本当に大きな期待を皆さん寄せると思いますが、鶴岡さん、どんなピッチャーに成長してほしい、吉川投手への思いも教えてください。そうですね、試合最後まで投げれるような、ね、ピッチャーに成長してほしいですね。今のところファイターズの、ね、中継ぎ陣がすごい吉川の勝利をアシストしているので、ね、最後まで自分の力で、ね、投げれるように、ね、頑張ってほしいですね、はい。さあ、そして今日ジャイアンツに勝って、また札幌ドームではあさってからスワローズ戦も控えています。選手会長としてまた力強いメッセージ、ファンの皆さんにお願いします。いいですか？週末は年に1回の選手プロデュースデーですので、いろんな催し物、そしていろんな選手のアイデアが詰まった試合になると思いますので、ぜひ楽しみにして、まだ幸運なことか残念なことか分かんないですけど、チケットが余ってるそうなので、ぜひ購入していただいて、週末もサポートホームで会いましょう。今日はありがとうございました。見事投打のヒーローです、吉川投手、鶴岡推しでした。という今日のヒーロー、まあ、バッテリーのヒーローインタビューでしたが、まあ、選手会長もなかなか、金村さん、最後営業活動で、ね、してくれましたね。いや、このタイミングでしかないこのお立ち台でしたよね、はい、素晴らしいな、ただ吉川投手は、ね、まだ硬いですね。これね、こんだけ勝ってるピッチャーですから、はい、もう北海道のファンの皆さんはね、こういうお立ち台を期待してないですね。もうちょっとね、はい、ユニークなお立ち台をしてもいいですよね。